なんかすごい大騒ぎになっちゃった。先生殿、大丈夫だよね。信じてるからね。ねえ。のシナリオが見えた。そっちか。あいつ怒らなきゃいけなかったじゃん。あなたたちのせいだよ。これでどう？もう怒ったんだから。君たちを破滅させる。バットを撃つように緻密に。誰も私の。これはどう？いや、先生の邪魔はさせない。アイスおごらなきゃいけなくなったじゃん。あなたたちのせいだよ。安心して眠れるね。この事件は私たちが解決します。今ので。この辺りが解決しなくてはいけないものですね。はあ、一件落着ですかね。先生殿、今こそ忍術研究部が活躍する時だよ。さあ、ささっと鮮やかに解決しちゃおう。